はい、えー、今日はですねちょっと落ち着いて、あのー、味覚の話を皆さんにちょっとしたいと思います味覚の勉強味覚って甘い酸っぱいしょっぱい苦いうまみってあるんですけど皆さん、えー、甘い味ってかかりますか、えー、僕はですね、えー、この味覚の授業を、えー、2000年から、えー、もう日本全国の、えー、北海道から沖縄パリまで行くんですよ えー、で味覚の授業をしてます、まあ、どういう勉強かっていいますと皆さんここ見てください、えー、ここにあの、えー、まず砂糖砂糖天才糖ですね砂糖があります、えー、お塩があります、えー、お酢がありますそしてビターチョコがありますでフランスはですねこの甘い酸っぱいしょっぱい苦い4味なんですで僕は日本でうまという お味噌汁を使って子どもた,、えーえー、たちにどうやって教えるかというと、まあ、あの小学校小学校56年生が多いんですけどまずあちょっと指を濡らして「えーえー、何の味だい?えー」もうあの。前はですねすぐ当てたんですけど最近ねあの 甘いい味も反応遅いんですよねでまあ大体時間かけて「あ甘い味だと」と、えー「じゃあ何でできてるか分かるかい?」っていうので、えー、これはあの「天才糖」とか、えー「いろんな何でできてるんだ?」とかっていう教え方をしますそして次、えー、口をゆすいで「じゃあ次なんだい?」って「ああみんなああのお塩は結構あしょっぱい!」ってであの教えて。 であのー、天然のお塩と、えー、生成炎があるんだよって教えまして次はちょっとシャバシャバなので、えー、これよくあのまずあの、えー、テイスティングするときはよくまず見て匂いを嗅いでで味わうでお酢はああ失敗息飲んでやって「いやいやいや」でお酢を舐めてああ失敗すいません 必ずお水を用意してくださいであのこれはお酢であのみんなお寿司なんかに入れる米酢だとかフランスは今日はあのこれリンゴ酢なんですけど、えー、ワインビネガーとかいっぱいあるんだよっていう酸味をしています次、えー、この、えー、ビターチョコみんなあ子どもたちは「ああチョコだ!」っつって喜んで食べると「ああ苦い!ね」。 本当苦い味あのー、ねみんなの苦い味ビタチョコで教えて苦い味は大事なんだよであのみんなが大好きなこの苦い味はお砂糖を入れて、えー、甘くして苦みを教えるんですよで、えー、子どもたちに、まあ、砂糖はねあの使えた時とかなんかあのすごくエネルギー源になるんだよ お塩ってないと死んでしまうんだよ大事なんだよそしてオスは、えー、こうあの物が腐ってるとかね危険,な危険なことを察知するんだよで苦味はああ得だ危険だということを、えー、キャッチするんだよっていうのを、えー、教えて、えー、味覚っていうのはこんなにあるんだよで最後僕はこう、えー、お味噌汁を使って。 子供たちに飲まして、で、三つの材料、で、この不思議なのはですね。この四つを教えると、子供たち、お、お味噌汁を。飲ますと、えー、三つ、何が入ってるか、もう、かん、ほん、百パーセント当たるようになるんです。本当に、えー、あ、昆布だ、鰹だ、お味噌だ。っていうので。えー、こういう、その。 えー、味覚の授業をしてますそして、えー、よくこういうこれはあの今日はラ羅ス昆布ですけどもこういう昆布を持っていって昆布って、えーね、こうなってて、えー、これカットしてますけどこんなに広いですラ羅ス,ス昆布はね。で皆さんあの昆布はあ,のあまりこうサっと汚れだけ落としてこの白いところ、ね、これがうまみですからあんまり落とさないでください。でこういういを実際あととカツオとかね えーけあのー、削りとか、えー、こういうものを持っていって、えー、教えますそしてまあ大体あのー、甘い味とかあしょっぱ味とか酸っぱ味とか苦い味とかあとまあうまみうまみっていうのをなかなかああのこの4つは分かりますけどね皆さん分か,分かりますでしょ。う。もうまみっていうのはどういう味かって意外と、えー、分からない時は。

で三十回噛んで口の中にごっくんって入れるとあのま今あの舌の,の周りとかこのジュワーっとなんかあのえ付、ー、着いた感じがありますこれが旨味の感覚ですこういうこういうことで、えー、こう味覚っていうのを、えー、子どもたちに、えー、教えていきますどうして、えー、こういう授業をやるようになったかっていうと実は ここにあのジャック・ピジェさんというねこれ私も翻訳に関わってるんですけども彼が、えー、85年頃に、えーえー、大事なことを発表するんですね。えー、甘い酸っぱいしょっぱい苦いまあ彼らは4味ですから僕はうまみを5味入れるんですけど、えー、15歳までにその味覚味覚を体験してない子は えー、そのまんま大人になっていったら、えー、簡単にその大人が自分の子を傷つけてしまうようにな,になりますよ。でその甘い酸っぱいしょっぱい苦いうまみっていうものを体験させてないその子どもたちがでもし大人がねこう叱ったら「なんだ!」ってバッととかなんかで大人を簡単に傷つけてしまうようになるっていうことを発表するわけです。で それを受けてイタリアのスローフードとかイタリアのスローフードも子供たちの味覚を守るんだ。そしてその発表によってフランスのシェフたちが、えー、これもあの本に出てるんです。それがあの私のもうだいぶ古いのであの売ってるか売ってないかわかりませんけど、えー、味覚の授業という本が出されております。これはあのフランスのシェフたちが学あの小学校に出向いて甘い酸っぱいしょっぱい苦いもうレモンとかなんか簡単に 体験させてる様子そして僕は、えー、こうやって、えー、日本の学校で、えー、甘い酸っぱいしょっぱい苦いうまみっていうのを、えー、教えて、えー、2000年から、えー、まあ去年はコロナであれでしたけど、えー、ずっといまだに続けております、えー、そしてこれからもずっと続けていますですから最初にあのこの授業を受けた、えー、子たちが今もう30代になってるのがねたまに。 四つ谷に来てくれるんですよ。ね、先生のあの授業小学校六年,年,年生、五年生の受けました。もう。本当にもあの感動いたします。で、どうして。えー、そのジャックピジェさんが、その。あの。あの子供たちがね。あの。子供たちが。 これはあの下なんですけど、こう未来っていうのがありましてね、未来っていうものがえだんだんあの八歳ぐらいになると小脳っていうのは出来上が、出来上がって、そのどうい味うですか、あの小脳でしつけだとか、あの橋の持ち方だとかそういうことを学ぶんですね。で十二歳、あ十五歳か、あ十、あごめんなさい、十二歳で大脳が出来上がるですから。 えー、子どもたちは、えー、8歳で小脳が出来上がって12歳で大脳が出来上がってそれで脳がが出来上がりますただその12歳で小脳大脳が出来上がるんですがそ,のそこではあのー、その脳がまだ活動しないんですねそれでこの未来という点々で神様が大体8歳ぐらいからだんだん増えていって。 であの12歳では大体1万個から1万2千個になると言われてますでその12歳からだんだん減っていくんです老化していくですから小脳大脳ができるあの年12歳で刃も入れ替えられますし脳も全部完成してそこで実はこの未来には穴が入ってましてねこの穴から甘い酸っぱいしょっぱい苦いうまみっていうのは吸収されて刺激となって えー、こう頬の脳裏の脳をから通って、実はその小脳大脳を刺激するわけです。で、刺激された子供たちはどうなるかというと。見る、聞く、嗅ぐ、触る、味わう、で、五感、五感がパッと開きます。そうすると、よく見ることが敏感になります。そうすると、お友達をよく観察して。えー、あのー、ね、あの悲しそうだったら、どうしたの?。 嬉しそうだったら何が嬉しいのっていうあの初めて子どもたちがそういうそのなんていうの見ることがよくできて観察することができて、えー、その思いやりそのなんていうのかなこう慈しみだとか人に対しての気遣い思いやりをそこで初めて、えー、覚えるわけですそして、えー、大人になっていってその、えー、あの人に人に対しての感謝とか思いやり えー、そういういいことを覚えていくであの見ることが敏感になりますからアイキャッチとかねスポーツとか、えー、いろんなことが敏感になりますそして嗅ぐことあ危険だあ,あいい匂いだあと味覚ね料理にとってあ美味しいなあと触ることピアノとかタッチするこということが、えー、敏感になって、えー、でそうしてその、えー、感受性が強くなってでその立派な大人に育っていく。でそれを え小学校6年生で甘い酸っぱいしょっぱい苦い旨まみっていうものをキャッチしてない子はそのまんま心が閉じてますから大人になったら簡単に自分の子供を傷つけたり子供が簡単に人を傷つけてしまうようになるから是非この味覚の授業というのは大切ですよということでえー 1999年に僕がフランスのシェフたちに言われて三国も一緒にやろうよということで僕は2000年から日本の北海道からも全国回ってまあいろんなシェフたちとやってまあ地方のシェフたちはそれを受けていまだに活動して一緒に活動しているということでえとってもとっても大切なこれはもうずっと。 に続けていく僕の後もその僕の後輩が続けてずっといくというあの、えー、味覚の活動事業をずっと続けております皆様もぜひチャンスがあったら、えー、一度注目してみてくださいじゃあ、えー、甘い酸っぱいしょっぱい苦が旨味ねでこれはあのー、一つ言い忘れましたけど、えー、自然のものしか、えー、未来はキャッチしませんで、えー、人工的なものは未来の壺がパッと 閉じるんです、ね、体内に入ると危険だから胃、えー、を通してそのまま配置されるという、えー、そのこの未来の壺っていうのは非常にあの優れた機能を持ってますので皆様もぜひまあ,あの家庭でね簡単にできるのでこれから皆さんあのご家庭で子どもたちあの、まあね、僕の <laughs> 料理を作る時にその味覚の勉強も大人同士でもまた子どもたちと一緒にやるともっと えー、感性豊かになって美味しさをキャッチできますので、えー、ダブルグーになる,なると思いますどうぞ、えー、試してみてくださいじゃあねー